わたみ。わたみ株式会社、英称、わたみ CO、LTD は、日本基盤で、主に外食産業を事業を展開している日本の代表的なブラック企業である。わたみの野号は、主力業態である、巨食やわたみ、移植やあたみから来ており、創業者の渡辺美べに由来する。また、和の民、和やかな民という意味も込められている。 運営会社を知していない業態は、渡見株式会社が運営する業態である。渡見グループ前店での安全な食材を使った料理の提供を目的に、1998年に契約栽培での原農薬、原化学肥料栽培野菜を導入した。2001年には、グループ内企業での有機農産物の生産を開始している。現在、約40種類の野菜に加え、 酪農と乳製品加工と生産品目を拡大しており、渡見グループ各店に食材として供給するほ、渡見ファームクラブで有機野菜の宅配を行っている。農業事業は主に有限会社、渡見ファームを中心に事業展開が行われている。渡見ファームと呼ばれる農場は全国に6カ所ある。グループ会社農場を含め約250ヘクタールの農場で、 日本で生産されている有機野菜の約 6%2004 年度実績を生産する有機農業事業者では日本最大のグループになった2004年4月、わたみメディカルサービス株式会社を設立して介護事業に参入した2005年3月に介護会社を M&A で買収し本格参入タミの介護株式会社が事業展開を行ってきた コムスンの介護事業者認定取り消しで一部事業、施設介護を受け入れ表明していたが断念した。また、宿泊施設、飲食物の提供、乳幼児の保育、老人の養護、布団などの対応などに関して、渡見の介護、渡見、介護などのご愛称について、商標権を有する。二0 1五年十二月、損ポジャパン日本コア、ホールディングスに売却し、 同事業からは撤退した。店舗施工・メンテナンス業務を行う。子会社のワタミファームエナジー株式会社が行っている。ワタミグループの店舗や介護施設などでのエネルギー削減システムやリサイクルシステムの展開、自社リサイクルセンターでのリサイクル活動により、地球環境保護に酸化炭素排出削減による地球温暖化防止に貢献すべく活動している。 ワタミユニバーシティ株式会社が行う、ワタミグループ内での採用、教育から人材開発、教育に関することなど多岐にわたるサポート業務へ事業を拡大し、外食産業以外での他企業へも業務を提供している。特定非営利活動法人、スクールエイドジャパン、スクールエイドジャパンを通じて、一人でも多くの子どもたちに人間性向上のための教育機会と、 教育環境を提供することを目的に、発展途上国において、学校施設の建設、学校教育環境の改善、教材支援や、就学困難の児童への支援を行っている。スクールエイドジャパンの活動は、ワタミグループ各社、社員からの寄付、その他の個人、団体の寄付のほか、ワタミグループのクレジットカード、ふれあいカードの総利用額1%相当額の、 寄付、渡見株主優待権による寄付により支援されている。社長の桑原は、ブラック企業であるという批判に対して、ブラック企業はインターネットで騒がれているだけで、一般的な人々の見解では大して問題になっていない。そもそも、ブラック企業の定義が、インターネット発祥のもので、曖昧でそれが、多くの渡見の社員や株主、取引先、 その家族に迷惑をかけていると、ブラック企業問題に対して否定的な見解を示している。このような意見に対し、週刊誌の記事や書籍などで否定的に取り上げた媒体や執筆者、団体に虚偽で名誉毀損に当たるとして、法的措置も辞さない、通告者などの送付を会社で行っている。自社の従業員に対し、365日24時間、 死ぬまで働けとの文言が記載された理念集を配布し、実際に従業員が過労自殺する口述など人命に関わる不祥事をたびたび起こしたことからブラック企業と批判されている。ブラック企業と目される企業は大手有名企業にも少なくないが、渡美はその筆頭格とされる。また、渡美のグループ会社となる渡美の介護運営の施設で、 事件や事故が続出していることが報じられている。2012年、平成24年2月16日に入居していた、当時74歳の女性が入浴中に歴史し、当初渡見川は、遺族に病死と報告していたが、その後の警察の司法解剖の結果、歴史と判明した。また、神奈川県の施設に入居していた当時87歳の男性は、 床ずれの悪化から排血症になるまで放置され、その後に入院となり、5日後に死亡したことなどが報じられている。また他の施設でも事故が起こっており、入居者の家族はスタッフの人数が少ないと口を揃えているという。これらに対し、渡美の代表である渡辺美希は公式サイト内で下記に記された不祥事があるにもかかわらず、ブラック企業との批判を 到底受け入れられるものではないと反論し、全面的に否定する姿勢を見せている。業界内の平均値よりも離職率や時間外労働時間が下回っていること、残業手当を含めた年収が高いこととなどを根拠に、一部の情報から渡見グループをブラック企業と呼ぶことは受け入れられないとしている。2012年ブラック企業大賞ではブラック企業にノミネートされ、 相当票数の49.8%を獲得し、ブラック企業指名賞を受賞した。2013年ブラック企業大賞では、唯一2年連続でノミネートされ、ウェブ投票の72%の票を集め、ブラック企業大賞と一般投票賞をダブル受賞した。創業以来、渡見には、労働組合は存在しなかった。渡見人事部は、 2008年4月に入社し、過労自殺した女性と同期に入社した従業員に対し、会社説明会の席上で、渡見の従業員は家族であり、労使一体であるため、労働組合が存在する必要はないと述べていた。2016年5月16日、全従業員、社員、アルバイト1万3000人を対象とした渡見、初めての労組労働組合。 ワタミメンバーズアライアンスを結成。ユニオンショップ制度を採用し、ウーア前線が支援している。ワタミの参加企業である、ワタミフードサービスは、アルバイト従業員の勤務時間を30分単位で記録し、波数を切り捨てて、賃金計算を行っていた。このような、時間外労働時間の支社誤入や切り捨ては、労働基準法により禁止されている、違法、犯罪行為である。 北大阪労働基準監督署は、渡美香織園駅前店と、ザ・渡美平方市駅前店を調査し、未払い賃金の存在を明らかにした。その上で、渡ミフードサービスに対し是正勧告を行い、他店舗でも、同様の問題がないか調査するよう指導した。渡ミフードサービスが、内部調査を実施したところ、全国47店舗で、同様の事例が確認された。 ただし、渡見社長室が公表したコメントでは、香り園店を含む6店舗にて問題があったことは認めているが、内部調査により同様の行為が発覚した店舗数については公表していない。この問題に対し、渡見の社長室は時間管理が十分ではなかったと説明している。渡見の広報担当では、労働時間の切り捨てはあってはならず、徹底できていない店があった。 全国の店舗ですでに改めた年、二217人に対し合計約1280万円の未払い賃金を支払った。北大阪労働基準監督署に内部告発した元従業員は内部告発に対する報復で解雇されたと主張し、渡見フードサービスを提訴した。元従業員の主張によると賃金未払いの改善を求めても店長が対応しないため、 ワタミフードサービス側に通告した上で、労働基準監督署に通報したところ、ワタミフードサービス側から、労基署に行くような奴は会社にとって脅威だと退職するよう要求され、2007年9月に解雇されたとしている。しかし、ワタミの社長室では、内部告発を理由に解雇を行った事実は、一切ございませんとのコメントを公表し、解雇するときは、やむを得ない。 理由場合に限られていますし、内部告発が原因だということは、絶対にありませんと説明している。インタビューにて、この問題を問われた際、渡見社長の渡辺美希は、事実無根です。そんな卑劣なことをするはずがありません。結果的に彼の告発のおかげで、賃金未払いの事実がわかり、それを改善することで、渡見が、より成長できる機会を得られたのです。 そのような人を報復のために解雇するなどあり得ませんと主張している。2009年1月14日、大阪地方裁判所で和解が成立し、渡見フードサービスが懲戒解雇を撤回して合意退職とし、解決金75万円を支払った。また、和解条項で同社は解雇の際に不適切な発言があったことも認めて陳謝した。渡見の一部店舗で、 労働基準法によって定められている労使間の手続きを踏まないまま時間外労働をさせていたことが2012年5月に発覚し、同社は実態調査に乗り出す方針を表明した。2008年平成20年4月に渡見フードサービスに入社し、神奈川県横須賀市内の京急栗浜店に配属された女性従業員、当時26歳が 2ヶ月後の同年6月に、同市内の自宅近くのマンションら飛び降りて自殺した。女性の遺族は、長時間の深夜勤務や残業が続いたことを過労死の原因とする、労働災害の認定を申請した。横須賀労働基準監督署は、女性の自殺が業務に起因するものとは認めなかったため、遺族は神奈川労働局に審査を求めた。 神奈川労働者災害保障保険審査課により、改めて審査が行われた結果、2012年、平成24年2月14日付で、女性の自殺は、過労自殺による労働災害であると正式に認定された。決定書及び代理人弁護士によると、深夜の調理担当として配属された女性は、連日午前4時から6時までの調理業務及び、 朝5時までの勤務が1週間連続するなど、最長で連続7日間の深夜勤務を含む長時間労働により、1ヶ月の残業が約140時間に達し、4月から6月の2ヶ月間の残業は、計約227時間にも及んだばかりか、休日には午前7時からの早朝研修会や、ボランティア活動及びリポート執筆が課され、休日や、 休憩時間が不十分で、極度の睡眠不足の状態に陥り、不慣れな調理業務の担当となり、強い心理的負担を受けたことなどを主因として、精神障害を発病し女性が自殺に追い込まれたと、業務と自殺の因果関係を認めた。自殺前の女性の手帳には、助けを求める悲痛な叫びが記されていた。本件に関して、女性の父親は、 過酷な労働環境により娘は自殺に追い込まれた。渡美の責任だと認められたことが娘への何よりの供養。これを機に渡美が従業員を重んじる企業へと構成することを望む。また同様の状況下にある人を少しでも救ってほしいと述べた。渡美広報グループは報道各社の取材に対し一旦は 審査官による決定書の内容を把握しておらず、コメントを差し控えたいと述べたが、2月21日に自社のウェブサイト上にて当社の任と異なっており、今回の決定は遺憾との声明を文書にて発表した。同社の創業者であり取締役会長の渡辺、美希は自身のツイッターで女性の自殺について触れ、労災認定の件は非常に残念であるが、 労務管理ができていなかったとの認識はないとの見解を示した。そしてそのわずか5時間半後には自身が理事長を務める育文官務学園の姉妹校建設のためバングラデシュに来た。バングラデシュにおける教育モデルを作りたいなどと発言した。渡辺の発言には多くの批判が寄せられたが渡辺はそれに対し多くの指摘に感謝すると述べた。また、 バングラデシュで学校を作ることは、亡くなった彼女も期待してくれていると信じているなどと発言した。渡辺は、神奈川労働者災害保障保険審査官によって、正式に認定された元女性従業員の過熱、極まりない労務を認めなかったばかりか、女性の自殺という取り返しのつかない結果に、至ってしまった子に対する謝罪の弁を述べることも、なかった。渡辺の一連の発言に対し、 あまりにも不見識であるとの猛烈な批判が殺到した。ことここに至って、渡辺はようやく命がけで反省する。彼女に心から詫びねばならないと陳謝した。この渡辺の発言の後の2月24日、渡見は自社のウェブサイトから当社の認識と異なっており、今回の決定は遺憾と会社としての見解を表明していた文書を削除し、新たに 労災認定については、神奈川労働者災害保障保険審査官による決定の内容を精査し、真摯に対応するとの声明を文書にて発表した。しかし渡美は、自殺した元女性従業員の残業時間や勤務状況、及び先の文書を削除した意図に関しての回答は拒否した。代理人弁護士は渡美に対して、遺族への謝罪と賠償を請求し、 再発防止策の提示を求める要望書を提出すると表明した。渡辺は自ら命がけで反省すると公言し、渡辺も真摯に対応するとの声明を出していたが、そういった一般向けへの態度とは裏腹に、遺族に対しては金を払えばいいのだろうという姿で臨んだ。同災が認定されたにもかかわらず、渡辺は遺族に対し、直ちに会社の安全配慮義務違反には当たらないと。 主張し、遺族が求めていた再発防止策への明確な回答も拒んだ。遺族は、元女性従業員の自殺の原因究明と再発防止のため、2012年9月に渡美の会長である渡辺本人との直接交渉を求めた。それに対し渡美は、渡辺会長の同席は一回だけ、録音は、不可、両親の立てた代理人とは交渉しない。 労働組合の立ち会い不可などと回答し、娘を失って、悲観に暮れる遺族の感情を逆なでした。遺族が抗議すると、2012年11月、渡美は、加害者である自らが被害者である遺族に対して、名古屋地方裁判所に民事調停を申し立てるという異例の対応を取った。申し立てた、調停の趣旨は、渡美側が遺族側に対して支払うべき。 損害賠償の金額を決定させることであり、自らの法的責任や安全配慮義務に違反したことは決して認めようとしなかった。朝廷にて、渡美は遺族をまるでクレーマーのように扱い、事実説明を求める遺族の質問に対しては、貴重なご意見として受けたまわる時で花をくくったような回答を連発した。この朝廷において、 真摯に対応するという渡美の生命が単なる方便であったことが露呈した。悲壮なトブライ合戦に挑む決意で渡美との争いに望む遺族にとって賠償金のみを得て本件に幕引きを図ることは元女性従業員である我が娘の生命の尊厳を再び踏みにじることと同義であり決して受け入れられるものではなかった。2013年11月朝廷は決裂した。 渡たの行動には、一刻も早く事件を風化させ、企業イメージを回復したいというむき出しの本音が、現れていた。遺族は、渡たが反省の色を示さず、実態究明をも拒んだままことを進めようとするので、あれば、損害賠償も謝罪も再発防止策もあり得ないと、批判した。2015年、平成27年12月8日。 東京地方裁判所で、渡美が遺族に対して懲罰的損害賠償として1億3、365万円の懲罰的医者料を認め、全従業員に対する過重労働再発防止策を制定、社府のウェブサイト掲載を1年間続けるとする和解が締結された。渡辺美希は、2013年、平成25年の第23回参議院議員。 通常選挙に立候補し自民党の公認を得た。遺族は元女性従業員を自殺に追いやった人物が国会に入ればさらに多くの若者が苦しむことになると危機感を募らせ自民党に対し渡辺の公認を撤回するよう求めた。自民党は遺族の投資基地内への入港を事前に許可していたにもかかわらずいざ遺族が投資基地内へと入るや否や 建物内への立ち入りを強行に拒んだ。遺族は激高し、抗議した。しかし、渡辺の自民党公認が撤回されることはなかった。渡辺は、参議院議員選挙にて、自民党の比例第16位、全18席中で当選し、参議院議員に就任した。理論上、元女性従業員の過労死事件は、業務上過失致,致死の典型例であるとも指摘されるが、 実際に、刑事事件として取り扱うことは難しい。仮に、刑事事件で渡見側の有罪が確定したとしても、20万円から30万円程度の罰金で済んでしまうことが多いため、過労死問題に関する刑事罰は事実上の機能不全に陥っている。2013年、平成25年12月9日、遺族は、元女性従業員が自殺したのは会社側の、 安全配慮義務の形態によるものであるとし、渡見フードサービス、渡見創業者の渡辺らに対し、1億5000万円の懲罰的損害賠償を求めて、東京地方裁判所に民事提訴した。遺族は提訴後に記者会見を開き、元女性従業員がなぜ命を絶つに至ったのかを、訴訟を通じて明らかにしてゆきたいと述べた。2015年、 平成27年12月8日、渡ミが創業者が形成した理念に基づき、従業員に過重な業務を敷いた渡辺に最も重い責任があると認めて、損害賠償金1億3000万円を支払い、社と渡辺個人のウェブサイト上に謝罪声明と条件内容を1年間掲載することで和解が成立した。2014年。 平成26年2月17日、東京地裁にて、第1回口頭弁論が開かれた。渡辺参議は2月4日の自民党部会で、悔いている。一生かけて償うと発言していた一方で、当日の口頭弁論を欠席し、大阪で開催した学生向けの就職説明会に参加していた。2014年、平成26年3月27日、東京地裁における、 第2回口頭弁論の際、渡見従業員多数によって、法廷の入り口が塞がれている状態となっており、法廷の傍聴席が占拠されていると、NPO 法人、ポッセのスタッフがツイッターで報告した。東京東部労働組合及び遺族側も同様の事態が生じたことを報告した。朝日新聞及び毎日新聞も同様の騒動が生じたことを報道した。 それに対し、第一回口頭弁論を欠席し、今回の第二回口頭弁論にて、初めて出廷した渡辺は、フェイスブックで事実と反すると表明。双方傍聴希望が多数割り、その場で協議した結果、原告側2、被告側1の割合で傍聴席を分け、受け入れたのが事実だと発言した。渡辺広報も、関係各部署のスタッフが、 自主的に傍聴しに、時間前に並んだに過ぎないとしており、多数の渡ミの職員が裁判の傍聴を求め、争った事実はあるものの、業務として行ったことではないことを表明している。第2回口頭弁論の意見陳述にて、渡辺参議は、原告の申し入れを受諾することはできないと述べ、法廷で争う姿を明確にした。渡辺は、道義的責任を重く受け止める。 心より謝罪を申し上げるなどと述べ、法廷で頭を下げた。この渡辺の陳述に対し、遺族側は渡辺が風評被害という言葉を口に出したことを挙げ、心からの謝罪であるとは思えない。1日も早く事件を風化させ、事業を通常を営業に戻し、利益を回復させたいだけだと示談し、本来は第1回口頭弁論にて陳述するべき内容を。 当たり前のことができない会社だ。謝罪は方便に過ぎないと述べた。渡辺が争いは早く終えたいと述べ、陳謝を嘘吹く一方で、渡辺及び被告側は、遺族である原告側の主張を全面的に否認する意見陳述書及び準備書面を提出した。被告側は残業時間などの労災認定された事実をも否定した。これにより、 原告側は基本的な事実の立証からのやり直しを迫られる形となり裁判は長期化されると予見されている。被告側が提出した準備書面には遺写料の算定にかかる差別的表現や遺族を逆上させるような文言が見られた。2010年平成22年4月26日午後5時半頃神奈川県横浜市中区花崎町2の59の 白鳥ビル4階の居酒屋、渡見桜木町の下店から出火し、調理室などが焼けた。ビル内にいた人は全員避難して怪我人はなかった。伊勢崎署は従業員が鍋を火にかけて目を離した隙に油やゴミがついた排気ダクトに燃え移ったという。また、同日付けで渡見を閉店。その後、店舗を改装し、5月14日に炭火焼きダイニング渡見家として新たに、 営業再開した。旧、渡見の介護が運営していた、介護老人ホーム、レストビラ元住吉にて、入居者の男性、当時87歳が2006年、平成18年に容体が急変し死亡した。男性の死の直前に、渡見本社内にて設けた家族と渡辺との会談の席上で、渡辺は、男性の家族に対し、1億欲しいのかと方言した。 男性の死後、遺族は渡美を提訴した。横浜地方裁判所は、渡美の介護側に、約2160万円の支払いを命じる判決を出した。横浜地裁は、男性が死亡した原因は、施設側の不適切な介護に禁する、金感染と排血症によるものと認定した。遺族は、渡辺の、1億欲しいのかという方言によって、精神的に大きな傷をこむり、 それを忘れることはできないだろうと語った。2012年、平成24年2月16日午後、東京都板橋区にある渡見の介護のレストビラはかつかにて、パーキンソン病を患っていた女性、当時74歳が入浴中に死亡した。女性は、パーキンソン病のため身体が不自由であったにも、かかわらず、浴室内で1時間半以上放置された後、 浴槽内で鼻から舌が水に浸かった状態で発見された。警視庁高島平警察署は業務上過失致死容疑で捜査を始めた。司法解剖の結果、死因は溺死であった。この女性は2009年にパーキンソン病と診断され、2010年末に同施設へと入所した。2012年1月頃からパーキンソン病による体の不自由のため、 施設内にて転倒を繰り返していた。だが職員は入浴中に一度も女性の様子を確認しなかった。事故当初、施設側は遺族に対して10分間目を離した間に心肺停止になった。病死の可能性が高いなどと説明した。しかし、警察の捜査によって施設側の説明は虚偽であることが判明したとこ、施設側は一転して他に入浴者がおり、 手が回らなかったなどと釈明した。女性の長女は、施設側の介護体制のずさんさを指摘し、そのような施設に母親を入所させてしまった。自身の判断にいて、相通と開婚の弁を述べた。2016年、平成28年2月26日、警視庁、捜査一課は、入浴時の監督義務を怠ったとして、元施設長ら計4人を、 業務上過失致死で書類送検した。2015年、平成27年2月12日から13日かけて、渡美の介護が運営する介護老人ホーム、レストビラ東山とにて、集団食中毒が発生し、入居者16人が、ノロウイルスによる食中毒にかかった、レフネームイコール 3K、2015、2、19、15億219万42ノロ。 患者、期間つまり死亡は民運営の高齢者施設、産経新聞2015年2月19日、レフ。食中毒患者のうち84歳の男性一人が、同月15日午前5時半に死亡した。死因は、オートブ物による窒息死であった。同施設の調理担当の従業員より、ノロウイルスが検出されため、保健所は、同施設に対し3日間の食事提供の停止を、 指示した。旧宅食事業司会社、ワトミ拓現在はワトミが直営は、サービスとして、真心スタッフによる手渡しを基本とした、宅配サービスを行っている。さらに、事前に契約をしておけば、弁当を届ける際に異変があった場合には速やかに、家族や医療機関などに連絡する安否、確認サービスを提供している。ところが、 2013年8月、一人暮らしであった横浜市港南区の女性、当時72歳に、弁当宅配員が弁当を届けようと玄関のチャイムを鳴らしたところ、応答がなく、不在を知らせる、青い宅配ボックスも出されていなかったにもかかわらず、安否確認を怠り、そのまま現場を去った。翌日、死亡している女性が発見された。死因は心不全によるものであったが、 状況などから宅配員が訪問した時間帯に倒れた可能性があるとされている。この事故後、死亡した女性の遺族が、渡見宅職に手渡し及び安否確認サービスに対する説明を求めたところ、宅配の翌日まで弁当に手がつけられていなかったら、異変として対応するとの説明を受けたという。遺族は、2014年2月、渡見宅職と創業者の渡辺美希。 女性宅配員、渡見宅職との契約関係については、不明を相手取り、計2200万円の損害賠償を求めて、横浜地裁に民事提訴した。なお、訴訟提起後、渡見宅職のホームページに、無料のサービスであり、サービス実施に関して、当社や真心スタッフが、義務や責任を負うものではありませんという一文が、追記され、 それに伴い、和潮町子が登場しているイメージ写真なども一新された。2014年、平成26年4月25日、横浜地方裁判所にて、第1回口頭弁論が開かれた。遺族の意見陳述によれば、安否確認サービスの実施に関して、渡見拓職のカタログなどに義務や任を負うものではありませんと、民事提訴前までにはなかった記載がなされるようになった。 遺族は、老眼の高齢者が読めないような小さい文字で注意書きが記載された。母と同様の事故が再び繰り返されることのないよう、母のために戦うべく提訴したと述べた。それに対し、渡見拓職は請求棄却を求めた。道路運送法第78条では、自家用自動車は特定の場合を除き、優勝で運送のように供してはならないと定められている。 そのため、渡見の宅職は、自家用車を利用するか、電動自転車を貸し出すことを常に、業務委託契約を結んでいる。レフネームイコール ROCKETNEWS24.COM スラッシュ2012スラッシュ02スラッシュ24スラッシュ1 8 6 4 1七7レフ。つまり、業務委託を受け負った外部の人間が、訪問販売という形態を取ることにより、運送業務では、意図している。 この場合、営業にかかるガソリン代や通信費等の経費は、自ら負担しなければならず、事故を起こした場合は仕事を受け負った者の,の責任となる、ため別途業務用の保険に入る必要があると、自宅側の問題となる。 レフレフネームイコール赤畑2013-0630新聞赤畑日曜版2013年6月30日35面、レフ。一部の真心スタッフには、リーダー手数料の名目で1から3万円の手当が支払われており、従業員に代わって営業所の電話を受けるなど、業務委託契約にない業務をしているなどの指摘もあり、偽装付ではないかという疑惑が出た。報酬は、 完全的な課税で、配達以外の営業、回収、集金、片付けなどの業務にかかる時間、自腹で払う、隠し経費を引くと最低賃金を割り込む場合もある。レフネムイコール若畑、2014、07、13、新聞若畑日曜版2014年7月13日一面、レフ。個人情報の流出が数回起こっており、渡辺美希が2013年、 平成25年の参議院議員選に立候補した際には公職選挙法第147条の2で禁止された挨拶状を事前運動として配達する個人情報保護法に定められた個人情報の目的外使用をして送付するなどの選挙違反事件があった。2003年平成15年12月26日、モンテローザはワタミフードサービスに対し同社から わたみに似た名称の店名、似たデザインの看板を、うおたみがわざと使っているとの虚偽の事実を表されたとして、3000万円の賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こした。それに対し、わたみ側も名誉を傷つけられたとして、逆提訴。互いに店を混同させる手法が、あからさま、わたみ、赤字に、白抜きの看板は、外食産業の共通財産。 モンテローザと主張を大させたものの、翌年12月17日、東京地裁で和解が成立。ウオタミが看板の使用を中止する義務はないことを、ワタミ側が認める、モンテローザ社が損害賠償請求を取り下げる、双方が今後、お互いを誹謗中傷しないことなどが条件。これにより、ウオタミとワタミが共存することになった。ところが、魚タ社長、 渡辺美希は、その後、2007年に、著書、もう、国には頼らない。中で、民と名を挙げ、渡見というヒットした先行者がいれば真似て、全部そっくりにするものが出てくるとき、モンテローザはこれを、和解内容に反するとして、法人の渡見及び渡辺に対し1億円の賠償を求めていそう。東京地裁は2009年11月16日、 渡辺個人の責任のみを認め300万円の賠償を命じた。他。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。